こんにちは、ゆういずみです。今日は私が普段接客で心がけていることを皆さんにお伝えしたいなと思います。で、私普段こう松江区のお店でお仕事させていただいてるんですけども、こう基本はお客様こう横になった状態でさせていただくわけですね。ですので、ほとんどの方がこうお休みになられるんですね。だいたいこう3分の2ぐらいのお客様はお休みになられるんですけども、中にはこうお話がすごいこう好きな方とかもいらっしゃって、で私を指名してくださるお客様とかはいつもこう楽しくお話しさせていただきながら施術をさせていただいてるんですけども、そういった時に心がけてるその接客ですよね。そういったことを皆さんにお伝えしたいなと思います。で、まずですね、お客様とこうお話をするときに、まずはこうお客様の話をきちんと聞くっていうことが大切かと思うんですね。で、お客様がこうお話をされているときに途中で何々ですかっていうふうにこう遮ってしまったりしなくて、しないようにして、まずはこうお客様が言いたいことを全部聞くっていうことですよね。で、あともう一つこう同じようにお客様がこうお話をされたときに、途中でこう結果が分かるときあるじゃないですか。話の結果が分かるときがあると思うんですね。こうお客様がこうこうこうでさ、こうだったんだけど、それでね、実はって言われたときに、もう結果がこう聞いてるこっちはこう分かっちゃうときあるじゃないですか。なんですけども、そこでこう、何々だったんじゃないんですか？何々ですかっていうふうにこうこっちから言ってしまうんじゃなくて、お客様がこう言うのを待つっていうことですよね。こうこうこうでこうなって、で、こうだったの、こういう風になったのっていうその結果ですよね。お客様が最後にこう結果を言うまでこちらは待って、で、その結果をこう受けて、ああ、そうだったんですね。へえ、そうなんですねっていう風に、そうだったんですかっていう風に、そこでこう初めてリアクションする。それがこうすごく大切かなというふうに思います。お客様の話をこう遮ってしまったり、あとはこう結果をこちらがこう言ってしまいますと、お客様としてはちょっと、ん？ってこう、むってこう多分なるんじゃないかなと思うんですね。むっとしてしまうと言いますか、それはこう、どんなこう接客でも多分一緒かなと思うんですけども、なのでこう私は全部こう聞くように心がけています。で、あとは、その結果がこう途中で分かったとしても、こちらからは言わないように、そういうふうに心がけています。で、あとですね、お客様によっては、人の話を聞くのが好きっていうお客様もいらっしゃるんですね。で、なのでそういうお客様に対しては、こう私がこういろんな自分の話ですよね。こうこうこうで、体の調子は最近こうですとか、あとはこう引っ越ししましてとか、お仕事は今こう忙しくてどうのこうのとか、そういったこう私の話を聞きたいっていうお客様も中にいらっしゃるんですね。なので、そうなのそうなのっていうふうにこうお客さんが聞いてきたら、笑いながら聞いてくださったりするわけですよね。で、そうしたら、こう、自分の話を、していくっていう風な、そういう風なのをお客様が求めてらっしゃるパターンもありますので、それはこう、自分でこう、察知して、このお客さんはどういうことをしてほしいのかなっていう風に、こう、自分が喋りたいのか、もしくは私の話を聞き出したいのか、その子、どちらかを、こう、その時その時でこう、察知して、で、それでこう対応していくようにするといいんじゃないかなというふうに思います。で、お客さんによっては、話しかけてほしい方と、あとは話しかけられたくない方っていうのがいらっしゃると思うんですね。あとはお話ししたい方としたくない方っていうのがいらっしゃるかと思いますので、基本はこちらからは話しかけないようにしています。基本はこちらからは話しかけないようにして、もし向こうから、お客様から話しかけられたら、それに対してまず答えるっていうことですよね。で、それに対してこうお客様が、そうなの、もっとその話聞きたいわっていう風な形、そういう雰囲気がありましたら、もっとこう自分の話をしていくっていうこともあるんですけども、なので基本は受け身の姿勢ですよね。こちらからは、こうあんまり話しかけないようにするっていう風な、そういうことですよね。で、私のお店の場合はこう癒しの音楽をこうかけてたりしますので、だいたいこうお客様が何て言うんでしょうね、こう眠りを誘う感じと言いますか、こうお休みになってくださいねっていう風な、そういうこう雰囲気を心がけているわけですよね。なので私自身もこうあんまりこうお客様を刺激しないようにして、施術もこう丁寧にゆっくりするようにしたりとか、あとはこう鼻息だとか、こう、なんていうんですか、こう鼻をすする音とかそういうのありますよね。そういったものも、こう、お客様にできるだけ聞こえないように、こう、息を殺してっていうか、そういう感じで、こう、施術をするようにしています。
なので、接客するときにはまずはそのお客様がどういうことを求めている、どういう接客を求めているかっていうのを察知する必要があると思いますので、そちらを心がけて、サービス業、接客業の方は、お客様とお話しされるようにしてみてはいいんじゃないでしょうか。今日は私がいつも接客で心がけていることを皆さんにお伝えさせていただきました。よろしければ参考にされてみてください。あとチャンネル登録とか高評価ボタン、もしよろしければお願いいたします。ご視聴ありがとうございます。